バーストリンク。そういえばウィハル、あなた先ほどチラシをもらっていましたわね。なんて書いてありましたの？日頃の感謝を込めて先着100名様にゲコタのマスコットをプレゼント。あら、駅前のスイーツ店ですわね。私にも見せてよ。ちょうど通り道だし食べて帰らない？お姉様、スイーツではなくキャンペーンのマスコットが気になっていらっしゃるのでは？な、何言ってんのよクロコ。あ、私がゲコタのこと気になるわけないじゃない。お姉様ってばちーっとも素直じゃないですわ。私知っていますのよ。先日通販で入手されていたあのゲコタパンツ、限定品でしたわよね。あれはてか、あんたなんで知ってんのよ。ベッドの下にもゲコタのパジャマにペンギンやワニのお子様丸出しの下着まで隠していらっしゃいますものね。で、それをそこまで詳しく知ってるあんたは覚悟できてるのよね。地雷を踏みましたの、クロコ。あんたの相手、これならどうよ。おっといてきた。あんたが相手、当たれ。もう逃げ場はありませんわよ。隠しませんわ。あんたが相手、全力で行かせてもらうわよ。あたしの勝ち。お姉さまからの愛の鞭、いいですわ。行こう、ウイハルさん、中はほっときましょう。勝てると思ってんの？任せなさい。